メなんだよ、まあ、普通のオワコン的なね、オワコンになってた時代もありましたね、見放されたところが。そうなんですよ。だけど今は僕は怖くっていうのはスマホを隠して突っ込みながら見るのが正しい言い方だと思うんですよ。でそのぐらい大ごとかましてくれてる場だと思う。不信権ですしね。で今ね、そう、今のネット民たちっていうのは、突っ込みなんだよ。あ、これいいね。何かそういう、ボケ的な案件がないかと思いながら日々こう、人が出てる。そういう時に、もう紅白なんてね、あれ選挙で言ったら全国一組だから。でそこにですよ、演歌界からね、このモンスターがこう現れて、歌怪獣って言ってくれます。歌怪獣が現れる。そして AKB が現れる。だから、そこで行われてる天界一部とかって感じなんですよ。でそこで僕なんかを普段知らないから島津亜矢さんというモンスターをそこで発見する喜びがあって、で見事に僕はハマって島津亜矢さんびっくりしました。もう完全に僕裏 MVP、 NHK ホールで生でやってましたけど、 NHK ホールという空間自体を鳴らしてました。あの人の声帯で、あとね、あの人の、ね、マイクの位置に僕プライド書きましたね。マイク近くない、ちょっと話し気味ないで、一定の距離を保ってる。あ、それは結構さんで伸ばしてるし、伸ばしてるし、一定のところでこういう、だから歌の強弱、まあ、歌の高低差もある、高低強弱もいろいろこう立体的に共有、あの声質をですね、楽器的にいろいろ鳴らしながら、マイク位置を変えずに、マイク位置を変えずに、ここにエフェクターがあるんです。そう、エフェクターがあるから。で、帰らんちゃよかって、一発目の帰らんちゃよか、二発目の帰らんちゃよかっていうのが、歌がやっぱ違ったりするんですけど、その抑揚の付け方と、その、なんていうか、歌の声のその物語性がもう、ずば抜けてる。で、今、もうあれはもう歌会場、柴田彩さんっていうのは、声帯の僕、シルクドソレイユ。あれだけの身体技をですね、見る喜びっていうのは、この今、この中、ネットとかそういうのを普及してですね、肉体性がこうなくなっていく一方で、こういうことでですね、すごい、例えばその、あ、これね、これね。ミクみたいな、ボーカロイドみたいなものとかある、そう、架空のものとかもある。だけど一方では、島田彩さんみたいな、生身の歌会場ですっていう、両方見れるし。で、そのやっぱり一番知ってたら知ることそれ言うぐらいで、今見ないと感じないとどうするのか、僕声出していく、私見てなかった。ちなみに一口歌えるんですか。僕ですか。いやちょっとね、心配せんでよ、心配せんでよ、2発でしょ。いや2発伝わりますよ、2発伝わってましたけど、ね、素晴らしい。じゃあちょっとここで、うん、マキタスポーツさんの曲を、フライを当てたんですけれども、団協ファナティックブレイブハートフィーチャリングこの道というのがありますので、マジでかっこいいメタルサウンド、ちょっと元気見るみたいな、どうぞ。合格する